2007年8月のアンドレキムアンドレキムは大韓民国のファッションデザイナーである。韓国を代表するファッションデザイナーの一人である。本名は金宝男。1935年8月24日、日本統治時代の朝鮮系軌道に農家の息子として生まれた。幼い頃から服飾に関心を示し、日英高等学校を卒業後。 1961年、韓国の国際服装学院に登録し、ファッションデザイナーとしての活動を開始した。1962年、小行堂サロン,アンドレを開き、韓国初の男性ファッションデザイナーになった。1966年には、韓国人として初めてパリで、海外ファッションショーを開き、世界での知名度を上げた。 韓国の伝統衣装である半服をモチーフにした原色を多用したデザインは世界的にも注目を浴びた。1960年代映画俳優を無縁乱などの服を作って知られるようになった。1980年にミスユニバース大会のジュギジャイノに選ばれ、1988年ソウルオリンピックでは韓国代表チームのユニフォームをデザインした。2006年には ソウルで文化財の返還資金を調達するためのファッションショーを開いて海外流出文化財の返還への関心を示した。70歳を超えても精力的に活動し、後進の育成にも力を注いでいたが、2008年から大腸がんを患っており、さらに2010年7月末から肺炎を併発、2010年8月12日に肺炎が悪化し死去した。 75歳没。彼の死に、リアキヒロ大統領は2010年8月13日、金冠文化勲章を追除した。キムの宗教であった仏教式の葬儀を行った後、遺体は天安公園霊園に埋葬された。アンドレという芸名と、それに合う喋り方や立ち居振る舞いとは裏腹に、本名の方は韓国人の目から見て、 多少庶民的な印象を与えるため、この名前の伝える印象の乖離から、よく冗談やギャグの対象になることがある。しかし、これが彼の大衆的な人気を高める要因の一つでもある。この本名は、1999年、当時の韓国の法務長官夫人に対する、賄賂修事をめぐる。 国会聴聞会の席に証人として出席して明かしたことで注目を集めるようになった。白い服を着る理由に川端康成先生の雪国を読み感動を受けたからだ。と語った。白は純粋さ、全身的な世界の純粋さだ。また汚染されていない綺麗な心を精神的な世界へ導いてくれる。白色がそれを一番多く感じられる。 精神的な安定を与える、と語った。また化粧についても、私は、顔に欠点が多い。欠点をカバーするため、軽くしている、と説明した。アンドレ・キムさん、大腸がんに肺炎を併発し死去中央日報2010年8月13日2009年9月20日、SBS スペシャル、アンドレ・キムとの70インタビューより、ありがとうございます。